新沖気線は、日田市、随薫区の随薫駅から、キールン市中西区の海か間駅を経て八都市駅に、至る台湾鉄路管理局の鉄道路線である。かつては、太平洋沿いの東北各海岸を走り、日田市の連動駅まで伸びていた。1989年8月21日に、全線の旅客営業が2007年9月6日には、 途中の新沖駅まで行っていた、貨物営業も廃止され全線廃止となっていたが、2014年1月9日、随香るハット間に、国立海洋鍵博物館のアクセスのための新駅である海果館駅が設置され、一部区間で旅客営業を再開した。新沖線は、日本統治時代に運行を開始している。当時は、キールにし、浜町から、ハット市、 新王を経て水道に至る経路であり、軽便鉄道企画の金華石線と呼ばれる台湾工業株式会社の私鉄であった。戦後、近藤鉱物局に接収された。当線は他の路線とは全く接続しない独立路線だったが、その後台湾鉄路管理局が新沖火力発電所の石炭輸送のために随香る駅に分岐施設を設置し、八都市新沖間が4000上に、 改築され、1961年4月8日に貨物船、新沖船として開通した。その後、地元住民の要望により、1967年10月31日には水幌まで延伸され、旅客取扱いを開始した。同日、平行路線となる金華石船廃止。1967年8月25日、八戸市駅を八戸駅に改称。北部、 浜海航路の建設により開品、電動領域は1977年12月1日に営業を停止した。開品駅は翌年1月11日に営業を再開したが、自動車との競争に敗れ、1989年8月21日に一般営業を停止した。わずかに随香る新沖火力発電所間の 石炭輸送のみが行われていたが、2007年9月6日、発電所改築のために、貨物取扱いも廃止された。なお、2007年9月28日に、随香る新沖火力発電所間で、メディア向けさよなら運転、新沖線最後一般列車を行った。2008年に、海洋館医博物館がハットコに開館することから、随香るから4 2トルの区間を、 海下管線として運行することが計画されていたが、2013年12月30日に博物館の主題館がプレオープンとしてキールン市民に無料開放され、全国民に開放されるのに合わせ、2014年1月9日に一部区間で旅客営業を再開することとなった。当初海果館で列車は売り返していたが、駅周辺の住民から騒音や排気の苦情が、 相次ぎ、同年1月24日から 0.4km 先の八都市、駅跡まで改装し、そこで折り返すこととなった。同年7月16日より、平京線との直通運転を開始。八都市駅は2016年内観光の予定で、ホームの再設置工事が行われ、12月28日に旅客駅として再開業した。ット市新間1 3が、 レールバイクとして再生され、2018年12月28日にプレ開業を迎え、2019年1月18日に正式開業する。台湾では旧山線レールバイクについでに例目となる。背景色がグレーの駅は現在営業をしていない駅を示す。ありがとうございます。